はい、開始から1時間ですね、かかったと思って手応えがあったと思ったんですけど、フグでした。はい、夕方4時を回ったところです。2時間以上ですね、海にいたんですけれども、結局釣れたのはフグ1匹ということで、全く何にもかかりませんでした。それで、今年購入したシマノのフリーゲーム S96M、 これを今日初めて使うことができまして、あとは、シマノの同じくですね、アルテグラ 4000XG ということで、この組み合わせ、今日使ってみましたけれども、素人の感想なので何とも参考にはならないんですけど、重りもそんなに重いものでもないですし、ルアーも 40g とか、軽いものでしたので、ガイドもそんなにというか全くずれることなく、快適にストレスなくですね、釣りができました。投げるのもですね、やっぱり昨年の4メートルの竿結構重たかったんですけど、遠くへ飛ぶは飛ぶんですけどもね、そんなに、私の腕だったら大差ないかなっていう感じです。それより何よりですね、この姉妹寸何センチだったか、4メートルの、投げ竿よりもですね、非常にコンパクト軽くてですね、持ち運びするにも、車からここに移動するだけでもですね、気持ちが軽やかに来ることできました。で、数時間ですね、竿を持っていても重さっていうのが全然気になりませんでしたので、長時間、釣りをしていても苦ではないというところで、また釣りをしに行きたくなるようなですね、そういう竿とリールのセットだったなと思います。このリールスタンドはですね、ちょっと砂浜ではあまり、役に、立たなかった感じがします。でもこのリールと竿のこの色のこの、なんていうんですかね、相性非常に良くてですね、楽しく釣りをすることができました。はい、私の前にもお二人、そしてもうこれから帰るんですけど、また今お二人来られてですね、でも釣れてる様子はないですね。クーラーボックスとか持っていませんので、すぐリリースするのかなという感じでちょっとわからないですけどもね、方たちが釣れなければ私なんぞ多分釣れるはずがないっていう感じですかね。ということで納得して帰ろうかなと思います。海の様子はこんな感じですね。だんだん波も上がってきてですね、上がってきたタイミングがあって、今日サーフボード持ってきてなかったんですけど、もしかしたらサーフィンできるんじゃないかなと思ってちょっと焦ったんですけど、ここではできなかったですね。すぐまた波も落ち着いて、ただどこかのエリアではですね、多分波乗りできたところもあると思うんですけどもね、今日はもう釣り一本ということで、釣り竿一本持ってきたわけですけどもね、また次回、まだ釣り熱がまだまだ冷めていませんので、またタイミングを見て、釣りやっていこうかなと思います。ということで、以上。